ビューエル・ライトニング・ XB12 スズ2009年、モデル・ビューエルはアメリカ合衆国で生産されていたオートバイのブランドである。本校では現在のエリック・ビューエル・レーシングについても記述する。1983年に当時ハーレー・ダビッドソンのエンジニアだったエリック・ビューエルがイギリス・バートン社製にサイクル4気筒エンジンを搭載したオリジナルバイクの RW750 を制作したことを機に、1986年、ビューエルモーターサイクルカンパニーを設立した。ウィスコンシン州に設立した当時は、ハーレー・ダビッドソン製のエンジンをオリジナルフレームにマウントし、ハーレー・ダビッドソンと異なるロードスポーツバイクを制作し販売していた。1998年、ハーレー・ダビッドソンにより買収されて、 車内ブランドとなってからは必然的に自社製のエンジンを搭載したバイクを製造しているが近年はエンジン部品をハーレーダビッドソンブランドの車両と共通にして用いることが多くなりハーレーダビッドソン車両全体の近代化に貢献した面があるまた2008年にはロータックス製水冷エンジンを搭載する1125シリーズを発売したビューエルは アメリカ生産のスポーツバイクとしてユーザーからも一定の評価を受けていたが2009年10月にハーレーダビッドソン本社は第3四半期の売上低迷を受けてビューエルの生産を2009年10月末をもって中止しスポーツバイク分野からは撤退することを発表したライトニング X-1 ファイヤーボルト XB12R ビューエルのオートバイは 他のメーカーにない特徴を持っている。XB シリーズに移行してからは、250cc クラス並みの極端なショートホイールベースと、リムマウントのフロントブレーキローターが、さらなる特徴となった。メインフレームは、イタリアベルリッキ社製、フューエルインフレームであり、ブレンボ社製スイングアームサワーにオイルタンクを内蔵するなど、さらなる光合成化とマスの集中化が行われている。 極端に立ったキャスター角やホイールリムマウントの体型シングルディスクブレーキを採用するなど少しの入力で挙動が大きく変わるという特徴はあるものの日本製スーパースポーツに引けを取らない運動性能を誇る。また通常燃料タンクがあるべき位置にエアクリーナボックスを配置したダウンドラフト型フューエルインジェクションシステムを採用している。 カーレー・ダビッドソンの撤退直後、エリック・ビューエルは、エリック・ビューエル・レーシングを設立し、再び自社製スポーツバイクの生産を目指すことになった。2012年より、インドのヒーローモトコープと技術提携し、2013年には、株式の過半数上渡により、ヒーロー参加となる。2014年には、スーパーバイク世界選手権にシリーズ参戦した。2015年には、 ヒーロー元コープとのパートナーシップ解消により、破産2016年に競売により、リキッドアセットパートナーズが買収。2019年、エリック・ビューエルは、新ブランド、フールを設立し、電動オートバイ、電動自転車の開発をすることとなった。ハーレー、デビッドソン・カッツハイ、パフォーマンスバイクス、ありがとうございます。